こんにちは、サンロードの花園です。皆さんはご飯にですね、何かかけたりつけたり食べたりされてますでしょうか。例えば、のりかま、ふりかけなどございますよね。その他にも、のりやなめかけなどですね、ご飯にかけて食べると美味しいですよね。本日はですね、炊きたてのご飯にとっても合う商品ご紹介しようと思います。本日ご紹介する商品はこちらになります。黒豚味噌です。こちらですね、鹿児島県産の黒豚を使用しました豚味噌となっております。豚味噌ですけれども、こちらですね、鹿児島県の郷土料理の一つでございまして、豚肉と麦味噌をですね、合わせて作りましたおかず味噌となります。こちらの黒豚味噌はですね、その名も通り鹿児島県産の黒豚を使用しております。こちらの黒豚味噌ですけども、こういう感じでですね、1食分ずつ個包装されておりますので、お弁当にですね、持っていくこともできます。もうですね、これ1個でご飯が2杯でも3杯でもいけるようなですね、とっても濃厚な味です。ぜひですね、こちらの鹿児島県産の黒豚を使用しました黒豚味噌、お試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントもお待ちいたしております。それではだんだんなー。